ブラックキャッツの鉄道技術昔回し第64回、本日はですね、711系電車ということでお話をさせていただくことになります。しばしお付き合いのほどよろしくお願いいたします。今回のお話は、日本初の量産型交流専用電車、711系の話ということでね、以下のタイトルで、お話をさせていただく予定にしております。日本初の量産型、交流電車711系電車が発電ブレーキを使わない理由、再利再送制御について、まだ711系電車が 1M 方式となった理由、711系電車の車体の特徴について、あと急行差地下で誕生ということでね、この6つのタイトルでお話をさせていただきます。日本初のね、量産型交流電車711系ということでお話をさせていただこうと思うんですけれども、まずですね、これ北海道のね、小樽から旭川間の電化に際して、投入された、711系交流電車なんですけれども、この小樽旭川間の電化はですね、昭和43年の43等と言われているね、ダイヤ改正に、の、時にですね、誕生しています。で、それに先行してですね、北海道に投入された711系電車なんですけども、北海道初の電車としてですね、昭和41年に、試作車が誕生しています。それに先行して電化された手稲から出入箱の間でですね、その走行試験が行われたというふうに言われています。当時の記事を参照しますと、もともとはですね、通勤通学輸送を中心に据えた車両を計画していたそうなんですけれども、途中からですね、急行列車などでも使えるようにね、ということで方針が変更されたというふうに、書かれています。当時はですね、試作車4両 TC2MC2 がですね、製造されるとしておりですね、交通技術には以下の車両図がね、掲載されていますということで、一応下にね、イラスト上げさせていただきました。これ見ていただくと分かるんですけども、901の方かなの、車両ですね、イメージが出ています。だからもともとこれをですね、国鉄としたら押したかったのか、どうなのかわからないんですけども、4枚の折り戸でですね、なおかつユニット窓を採用してね、いたということで、非常にですね、ちょっと興味深い部分ではあります。イラストはですね、ここに書いてますようにね、901として落成するタイプでしょうかということでね、結局4枚折り戸もユニット式の窓もですね、量産車にも反映されることはありませんでしたが、室内配置はですね、量産車に引き継がれるようになりました。あと特徴的にはですね、この機械室、ここの部分がね、非常に特徴的な部分になっています。構造及び概要ということでね、ちょっと読み上げてみたいと思うんですけども、車体構造は急行にも使えるという要請から、両端部分にロングシートがあることを除けば、クロスシートであり、80系電車のイメージに近いもので、北海道用ということで20窓という技術も見られるんですけども、901はですね、ユニット窓であり、711系としてはですね、唯一となっています。902、汽車会社製なんですけども、こちらの方はですね、256などと同じね、20窓となっており、比較のためにね、導入されたものだと思われます。2番としてですね、台車は特急や急行に使われている DT32 系ですけれども、円筒コロ軸系を採用し、軸割れもゴムで被覆されるなど、特殊な台車となったということでですね、この軸バネっていうね、台車の両側にあるバネ、これをですね、ゴムで巻いてるのがね、ご覧になっていただけると思うんですけれども、あと円筒軸受けっていう、コロ軸受けということで、軸受けの方もですね、ちょっと違ってるなっていうのはね、ご覧いただけると思います。そういう形でですね、北海道の、車両ということでですね、特にそういう辺をね、意識して、制度されたわけですけども、この形がですね、その後の北海道 の、鉄道車両ですね、ほぼほぼ標準的な形っていうかな、なっていきます。例えばキハ40なんかもですね、この同じタイプのね、仕組みというか形の台車をね、採用されたりしてますので、そういうような、ところもですね、先駆的な車両だったんだなっていうのをね、ご存じ、理解いただけております。ブレーキ装置はですね、他の新型電車と同じく、電磁直通ブレーキ、自動ブレーキ併用を採用し、他の電車とも並結できるようにしていると。
あとシリコン整理式で、まあ、従来の MT54 主電動機にですね、まあ、体感耐熱対策を付加した MT54A としてですね、で、波数比の、まあ、他の均衡型と同じ 4.82 を採用、設計許容速度は110キロとなっていますということで、113系とかがですね、100キロだったので、それと比べるとですね、まあ、10キロね、高いということで、均衡型電車が唯一のね、当時は存在でした。あと 1M 方式でモーターを永久並列による再々再装制御を行うこうとし、発電ブレーキは使用しないというふうにね、記述されています。まあ、711系電車がね、発電ブレーキを使わない理由ということでね、お話を少しだけさせていただくことであります。711系電車でですね、再立体操制御により、ね、連続的に電流量を調整する無接点化が、まあ、完成したわけで、まあ、直流電車と比べるとですね、まあ、非常に画期的なことだったですね。で、まあ、それ改めてですね、さらに発電ブレーキを、ね、採用するとすれば、発電ブレーキ用の抵抗器や制御装置を、ね、搭載したくならないということでですね、重量的にも厳しくなることからね、採用は見送ったというふうに言われています。また将来的にはですね、再立体操制御によるね、回線制度も実用化されるんじゃないかということを考慮したときにですね、手戻りは少しを避けたいというようなね、ことを交通技術、1966年の8月号のね、北海道711系交流電車とね、記事には書かれていました。まあ、ただですね、実際に781系導入時にはですね、実は抵抗器がね、搭載されるようになったわけなんですけれども、まあ、これはですね、当時段階的に投入した485系の抵抗がね、電車が当然ですけど抵抗制御方式でした。で、それがですね、電気ブレーキを当然採用したものですので、まあ、当時の道路からですね、運転しやすいないかというところからですね、強い要望で電気ブレーキがね、搭載されるものになったとも言われています。そのためですね、屋上には冷房装置の他にですね、抵抗器が搭載されて、まあ、補給類は T 車、ね、付随車に搭載されることになって、まあ、TA 車なんていう、ね、名称で、使われたご存知の通りだと思います。だからパンタグラフがあるのは、ね、TA 車なんですよね、781系の場合は。まあ、それぐらいですね、結局回線制度ではなくですね、電気ブレーキ、非常に使いやすいということでね、つけてくれということで、ね、なったそうなんですよね。まあ、4パー号が北海道導入された経緯というのもですね、まあ、781の交流電車を開発するのにですね、時間かかるということでね、まあ、少しは制度の悪化と早く収益を上げたいということから、サチカ、後で出てきますけどね、サチカでを特急化するわけなんですけども、その時にね、4パー号をちょっと強化したら大丈夫だろうという程度でですね、考えて投入したらですね、北海道特有のアスピリンスノーと言われてね、それ細かい雪が、結局、激流の中の隙間から入り込んじゃってですね、で故障を起こしたというね、まあ、そういうふうな経緯からですね、あったわけなんですけども、まあ、その時にですね、こう運転しやすいやないかということでね、電気ブレーキということから、781系もですね、電気ブレーキが投入されたという経緯があります。まあ、再立再装制御についてということでね、少しだけお話をさせていただくことです。私もね、電気、むちゃくちゃ専門じゃないんで、いつもね、悪戦苦闘しながらね、視点抜刀しながら、瀬子さんの自分で学んで、自分で理解して、それをまあ書いてる、発言してるんで、聞きづらい点というかですね、分かりづらい点、もしくはね、間違ってるよという点はですね、ぜひぜひからね、バシバシとご指摘の方よろしくお願いいたします。まずですね、再立再装制御っていうのはね、一番の特徴は半導体を使ってですね、まあ、交流電流の流れをね、まあ、電気的にこう制御するということで、まあ、それで電体の電流量をまあ調整することでですね、まあ、出力っていうかね、それを表現する、表現じゃないですね、電流流せる量を変化する、電力的にさせることによってですね、まあ、スピード等をね、まあ、制御すると。いう仕組みですよね。この右の図ということで、まあ、最初ですね、これここのブリッジに対してですね、T1 ね、まず電流タップが取り出しますと。で、そこのタップで流し、これなおかつですね、電流のね、流れ時間を制御することで、全体の、まあ、出力量っていうのをね、制御していきます。で、さらにですね、T1 からスピードが上がるとですね、次は T2 ですね、の方までも電流、流れをね、T2 の方も使ってですね、さらに流れる電流が増える、ね。電圧も上がるということでね、電流量より電圧ですね、トランスですから。電圧を上げてですね、なおかつ電流量も、まあ、時間をね、制限、こう、表現、切り替えることでですね、
その流量を増やしていくっていう形になりますね。で同じようにこれが T3、ね、T4 というふうにね、連帯までかけるかっていう感じがあるわけですけども、実は711系電車の場合ですね、このタップの方はですね、2つしかなかったそうです。で、昭和43年以降に導入される50番台っていうのはね、4つの再利、パターン、タップはですね、4つになったそうなんで、まあ、このイメージがですね、711系の50番台のイメージに近いかなって思います。まあ、こういう形でですね、電圧をね、の電圧と、それから電流の流れる量、これを制御することによってですね、速度を連続的に平行移動させること、移動というかね、制御することができるというふうな仕組みだったそうです。711系電車が HM 方式となった理由ということでね、再々送制御は整流式であることには変わりはないので、モーターはですね、直流モーターの標準であるね、MT54 型が使われていました。これにですね、体幹大切な装備をね、強化した。MT54A という、ね、形式を与えられたんですけれども、まあ、実際ですね、モーターの使用電圧を、ね、500V まで引き上げて、なおかつですね、源流値を 330A に、ね、低下させたものでですね、高所出力がですね、150kW という電動機でね、まあ、作動するというふうになってました。またですね、量産車はですね、HM2T のね、まあ、中間電動車方式が採用されて、まあ、試作車ではね、HM1T の2両編成だったんですけども、いうふうにですね、まあ、変更されただけなんですけども、まあ、その理由をね、まあ、下記の通りでしたということで伺って思ってます。まず一つはですね、主電動機をね、永久並列としたことで、まあ、制御装置を1個にすることが困難になったというふうに書かれています。HM 方式の場合ですね、まあ、編成の自由度が効くから、まあね、2両から対応可能だということでね、特に編成が短い北海道の場合ですね、有利に働くというふうに、ね、言われていました。3番目としてですね、発電ブレーキを廃止したことがね、まあ、MM ダッシュ方式があるとは特に必要ないというような、ね、ことが書かれています。まあ、そういう理由を考えたそうなんですけれども、そこの中でですね、まあ、HM 方式とし、まあ、したことによりですね、まあ、従来の、ね、直流電車が2両ユニットでね、まあ、最低4両の 2M2T、まあ、になったわけですけれども、まあ、それがね、もしくは 2M1T だったわけですけれども、それと比べてですね、まあ、1M2T ということで、まあ、今の電車ではね、一般的ですけれども、まあ、当時はですね、まあ、1M1T でしたので、1M2T ということでね、いうことからですね、加速は 1.1 キロとね、まあ、非常にゆったりとした、まあ、客車のようなね、ゆっくりしたものだったようです。ただですね、まあ、最高速度110キロということでですね、まあ、高速性能が逆にいいのでね、急行運用などにもね、十分対応できたというふうに言われています。次にですね、711系電車の車体の特徴についてということでね、一応列記したものをね、並べさせていただいております。まずね、一応多少被りますけども、まあ、の一番としてですね、モーターは113系などと同じ MT54 であるが、まあ、一部構造を変更した、まあ、MT54A 型としてですね、冷却風の循環式の強接風方式となっており、まあ、車体にね、雪切り室が設けられていると。2番目としてですね、雪切りは体感対策の目的からできるだけ視力化を行いましたと。3番目に試作車では、まあ、ドアを従来通りの引き戸と、お色を比較することとし、戸袋内にはですね、保温用電熱器を設置すると。で、なお、お色はですね、雲や791に次4枚お色が採用されていましたということでね、左側の写真を見ていただければと思います。あとですね、床下をフードとして利用するために、まあ、一般の電車よりね、50ミリ高い、1300ミリとなっていますということで、ここがですね、まあ、一番特徴ですかね。床下方から50センチ、5センチ高いんですよね。ですので、床が全体的に5センチ高くなってるんですよね、これ実はね。で、113系などと比べるとですね、少しこう、運転台がですね、上がり気味になっているという感じなんですね。さらにですね、窓は2種類試作されて、2段ユニット窓で下段を固定して、上段を加工を指導したタイプ、ね、あと従来の2段窓、20窓でね、1段上昇を指導したタイプの、まあ、2種類が製作されました。なのでですね、6番目としてね、通風機は押し込み式として、外気取り入れを、で、改めてから室内に循環されることも、まあ、検討されているとされています。この辺はですね、当時の、計画段階の話なのでね、詳細はちょっと、変更だったかもしれないということですね。
あと便所にはですね、循環式の汚物回収装置を設けて、床下機器類の汚損を防ぐっていうね考えています。で、試作車は昭和40年に落成して試運転が行われた後に、まあ、量産車が製作され、ね、窓は従来型の20窓となり、昭和43年の函館本線の小樽から滝川間のね電化開業用として導入されましたというふうにね書かせてもらってますけども、非常にですね、まあ、画期的な車両だったのは間違いないと思います。いよいよ最後の章なんですけども、急行差し替え誕生ということでね、昭和46年7月1日、まあ、1971年ですね、のダイヤ改正で、小樽から旭川間にね、711系電車を使った急行差し替えが誕生します。ただですね、札幌と小樽間はね、一応快速列車ということで、急行運転するのはね、札幌から旭川の間。で、ここがですね、まあ、見ていただくとわかるんですけども、ノンストップなんですね、旭川まで。ということで非常にね、速達列車ということで走ってました。この同じ時間帯ですね、実は急行カムイっていうのがね、実は走ってまして、急行カムイのうちね、1列車だけをサチカエという名前にですね、変更しちゃったわけですね。で、一応神戸とイヤミラーとかね、ビワイとか砂川とかってね、こう深川とか書いてますけども、これはですね、全部、急行カムイのね、停車駅です。ですので、以下ね、その、急行カムイよりですね、と比べるとですね、どんだけ駅通過しとんねやっていうのをね、一目でご覧いただけると思います。で、あと、ね、ここに書いてますように、途中のね、札幌以外ノンストップ出し運転が売りで、昭和50年にはね、400IGO系1500番台を置き換えられて、特急石狩となりね、消滅しています。まあ、この辺はですね、まあ、当時の国鉄大生の赤字とかもあってですね、少しでも同州を図りたいというね、まあ、国鉄のある意味いやらしいね、たまものだったのかなというところがありますけども、まあ、東急石狩に置き換えてですね、急行差し替えという列車はね、まあ、消えてしまいます。ただですね、まあ、一般型といいですね、ドア間クロスシートの伊田店急行、標定速度 85.5km ということですね、まあ、当時としてはね、非常に今、速かったと思います。ね、これは記憶に残しておきたい列車ですということでね、差し替え、最後にね、ご紹介させていただきました。最後までご覧いただきありがとうございました。今回は日本初の交流電車711系のね、お話をさせていただきました。次回も技術話のね、話題を、まあ、アップさせていただこうと思っております。チャンネル登録いただくとですね、まあ、励みになりますので、どうかよろしくお願いいたします。もちろんですね、この技術話以外のね、話も含めて並行してアップはしていきますのでね、動画今後ともよろしくお願いいたします。